こんにちは、サックス奏者の門口恵斗です。今日はこちらお茶の水にあります下倉楽器さんご協力のもとお届けしていきます。私が持っているのはセルマーのシュプレームです。そして今日は何をするかと言いますと、サクソフォンのメーカークランポン、柳沢、ヤマハの各最上位モデルをそれぞれ吹き比べて皆さんに音を聞いていただこうと思います。とっても豪華な企画です。まずはこのシュプレームから演奏してみたいと思います。ですね、もういいところもう本当にたくさんありすぎて、前の動画でも言っていた音程というのもやはりいいんですけれども、もう一つ加えて言うと、高い音も低い音もこう吹き方を変えなくてもちゃんと出るというところですかね。これはもともとセルマーのいいところだと思うんですけれども、高い音を吹く時に高い音専用の吹き方とか低い音の専用の吹き方っていうのをしなくてもいいという、やっぱりここがいいところかなと思いました。悪いところが私は見当たらない、完成されすぎた楽器という感じがして、今まで苦労してきたことが全部こうなくなってしまうので、前の楽器に私は戻った時にあらどうしようとちょっと思ってしまったんですけれども、この楽器を吹奏楽で吹いたり、あとはアンサンブルで吹いた時にっていうのはまだ経験がないので、どんな音になるのかはわからないんですけれども、例えば吹奏楽の現場で今までのセルマーの楽器だと、この真ん中のレの音がめちゃくちゃ高くて、でこのシの音を一緒に押して補正したりとか、あとは高い音の時は、このファとかミの音を足して音程を下げたりしていたんですけれども、必要なくなって来るというのはやっぱりいいですよね。まあ、Cって言うならちょっとお高くて手が届かない。まあでもお金でいい音が買えるならこれはありかなとも思いますね。次はこちらです。ビュッフェクランポンの先祖を吹いてみたいと思います。
ビフグランポンの先祖です。やはりこの楽器の魅力っていうのは音色にあると思うんですけれども、やっぱりセルマーと比べると少し渋い感じありますよね。そして、ビブラートをかけた時のこの倍音の増え方っていうのが私はすごく特徴的だなと思っています。吹奏楽で使ったりとかする時にクランポンを使ってる人口っていうのがちょっと少ないと思うんですよね。みんなメーカーが違うとかなり音程の癖というのが際立ってくると思うんですね。クランポンならではの個性というのがどんな風に影響してくるのかっていうのはちょっと気をつけなきゃいけないところだなと思いました。ソロを吹く時にはその奏者の個性っていうのをすごく強く出してくれるので、この楽器はすごく魅力的だなと思います。今回はこのピンク色の銅が入ったものを使ってますけれども、他の材質もかなり魅力的ですよね。あとは、指のポジションが結構またこれも個性的なので、ずっとクランポンに慣れていると意外とヤマハとかセルマーとか柳沢に行きづらいというのも一個あるかもしれないですね。先祖でした。続いてはこちら柳沢の WO20 を吹いてみたいと思います。実は今日初めて吹きました、ね、パッと吹いた感想なんですけれども、こう音の芯を吹くときに捉えやすい、吹いててここに息を入れ込めばいい音が鳴るぞっていうツボっていうのがすごくはっきりしてて吹きやすいです。いいですね。意外と国外で人気が高くて結構吹いてるプレイヤーは多いですよね。吹奏楽の中だとバリトンサックスで柳沢を使っていらっしゃる学校さんとかも結構多かったり、プレイヤーの方も多いんですけれども、音程にも全体的に癖がないですし、どのレベルの方が吹いてもそのレベルごとに楽器が反応してくれるんじゃないかなという気がしました。この楽器だけではないんですけれども、違うメーカー同士隣り合って座っている時なんかにどういう風にハモるのかっていうのはちょっと気になるところかなと思いました。めちゃくちゃいい楽器だと思います。テルマーとかに比べると少し重めというか渋めというか、そんな印象の音色ですね。続いてはヤマハの875EX を吹いてみたいと思います。
175EX でした。この楽器はヤマハの最上位モデルということで、一言で言うと優等生っていうような言葉が私には感じました。まあ何でもこなす感じですね。例えばソロでもいけるし、吹奏楽とか、まあ、それからジャズとかポップスとかいろんなジャンルでもいけるかなとは思います。どんな人にもちゃんといい音が出るという、まあ、初心者の方でも腕のある方でも、吹きこなせるというところがやはり魅力なんですけれども、高音ですね。私ちょっと音出しの時にかなり上の方を気にして吹いたんですけれども、高い音の当て方っていうのが他のメーカーに比べると少し難しいですね。ヤマハの楽器を吹いていらっしゃる方もレッスンするときに、高音をもっと抜けが良くなるように他のメーカーの楽器とは違う風にレッスンをしています。機能的なところは素晴らしいですし、そしていろんな人と吹く場合にもやはりヤマハを使っている人が多いので、ヤマハ同士だとあまり音程気を使わなくても大丈夫っていうのはありますよね。特に吹奏楽だと他の楽器の人もヤマハを使っていることがあるので、そういう意味では響きとか鳴りとか音程感とかはいろんなメーカーが集まっているよりかは合わせやすいんじゃないかなと思います。最後に私が普段使っております楽器、セルマーのジュビリー3金メッキをお聴きください。いい楽器だなと思いました。世界的にもそんなにこの楽器を長く吹いている人というのがいないので、この先もっと吹き慣れて楽器が鳴り始めた時にさらにどんな音に成長していくのかというのがすごく楽しみだなと感じます。本日はこちらお茶の水にあります下倉楽器さんにて、この撮影をしました。今日は大変特別なことにいろんなメーカーのアルトサックスを出してくださいまして、試奏することができました。お店の方にはかなりたくさん本数が揃っているということでしたので、ぜひぜひ試奏にいらしていただければ嬉しいです。本数がたくさんあるうちに選ばれた方がいいんじゃないかなと思います。サックス奏者門口圭人がお届けいたしました。ご視聴ありがとうございます。